こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キャプテン翼2、ライブ配信始めていこうと思います。4000年の歴史がある国の中国と再び戦うことになりますが、勝った方がいいのかな。はい、チャット欄、ご覧ください。 Twitch のチャンネル、 YouTube のアカウント、 X のアカウント載っております。ぜひフォロー、チャンネル登録お願いいたします。さて、そうですね、先発をちょっと変えよう。新田くん、ちょっと今日は日向くん固定でいきます。三崎くんから伊沢くん、反町くんって髪剃りシュートの反町くんじゃないの。こんな感じで、松山くんが守備に回っていきたいと思います。では始めますか。日本のキックオフですね。カスイ君へ。これ取られんじゃないの？あ、大丈夫。伊沢君に渡りました。佐々木に渡る。翼くん、かわしました。あ、ちょっと待ってくださいね。はい、ではやっていこうと思います。誰を渡したらいいんだ。カミソリのソリマチくん。あ、やばい、大丈夫。どうかな、新田くんへ。さあ、新田くんボールを合わせるが、いきましょう。はやぶさボレーシュート。はやぶさボレーシュートだ。新田くんのはやぶさボレーシュート。お、防がれた。あ、無理ですね。
と、これ、おかしい。ブルブル。今だ。中学校の目の前へ。オーバーヘッドキックだ。これだ。中学校のオーバーヘッドキック。決まりました。先生です。いいんじゃないでしょうか。これが残りガッツです。諏訪さん余裕がありますね。またか。そうですね、合体攻撃ありますからね、相手も。隙まとう。よけられた。かわされた。翼くん頑張れ。かわされたか。普通のシュートだ。あれ、萌崎くんのままだった。戦機危ないですね。渡しましょう。11番って誰だ。三田くんか。いや普通にドリブルです。やばい。反則取りましたね。いいんじゃないでしょうか。もちろん翼くんが蹴ります。ちょっと待った。でもちょっと遠いな。中学園渡しましょう。OK。もう行きます。え？取られた。そうだろ？一点大ピンチ。戻しましょう。やばい。醤油客だ。無理やろ。あ、まただ。おー、なんか多いですね。どんだけゴールポスト活躍してるんだ。活躍しすぎだろ、ゴールポスト。ゴールポストがもう最大の選手だな。森崎くんよりゴールポストの方が強いです。間違いない。あ、やまっただけ。誰か日向くんがいる。あっと、1対1になった。
いや、これドリブルで普通に。あっと、反則を取られた。反則を取りましたね。よし、これチャンスですね。行きましょう。石崎くん、お前蹴ってみろ。うん、やっぱり力あるのかなと思ったら、新田くんがいる。シュートしましょう。ヘディングシュート防がれるか。しかし今度は高杉君だ。キーパー倒れている。もちろんシュートでも角度が悪い。決まった。さあ、続いていきましょう。さあ、こちらにラッキーな展開が続いてますね。これ当てて戻りましょう。ワンツーか。どこにあんだ？おっと？ 8 番、つきまとえ。OK、伊沢くん、つきまとう。タックルだ。反則でもいいぞ。かわされたか。つきまとえ。弱まった。OK。パンチ。普通のシュートは決まってしまった。森崎くんだから取れないが炸裂。森崎対シュートですね。さすがにこれ敗退行為って言われるんで、キーパー変えます。なんで森崎くんにデータなるんだ？若林くんを起用。本当は若島津くんの方がいいんですけど、これでいいや。若林くん、そんなに強くないんだよな。
行ってみたと。今だ。ヒュガ君へ。戻します。キーパーがこぼれ球になってしまう。しかしそこを高杉くんが渡るが、4人に囲まれちゃってるのか、角度が悪いな。当然翼くんへ。どうだ、でも相手4人だから厳しいな。赤クリアされたが、正雄くんがカット。さっきはあんまり前に出ちゃダメ。反町くんへ。さあ反町くん、でもここは角度が悪いんでこのまま入れるわけがないです。三田くんへ。どうかな、赤敵の3番弱まっただけ。もう構わずはやぶさボレーシュート、はやぶさボレーシュートだ。さあどうだ、今度は決まるか。ああ残念、またも決まらないか。やばいやばいやばい、防げ防げ防げ、あかん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 、何やってんだ。普通のシュートはパンチング OK だが、まだピンチは続く。メタに戻らない方がいい。ソーダくん弱っただけ。イザクは届かない。さあリンハンネくんに渡る。若林くんもう飛び出すしかないです。ここはボレーシュート、決まってしまった。同点になっちゃいましたね。解体行為やってんのかって言われますね。まあ半分そうなんですけど、やっぱりいろんな選手にチャンス与えたいよね。そういうゲームじゃないの分かってるけど、まあ、バックパス日向君へ。 OK、 もう日向君覚えてます。高杉くんへ。高杉くんとワンツーです。高杉くん、ヒューガくんとワンツーです。え、嘘、インターセプト許さん。あ、パスか。どんどん時間がない。翼くん、うん、さあ翼くんがつきました。タックル、パスきたか。さあパス、ハンネクに渡ってしまう。止めろ、何としても止めるんだ。ん、ハンネクパス、あ、やばい、また昇竜客だ。どうだ、防げるか。若林くんだったら
こぼれ玉になった。だが、まだある。2連勝留客。いや。止める！おお、すごい。稼いでくれましたね。まあこれが最後の攻撃になるか。あ、いや、ここで前半終了です。さあ、三杉くんの出番かな。一番、ちょっと待った。使っているのが高杉くんと新田くんだから、この二人を変えましょう。まずは、三杉くん。新田くんは、どうしようかな。滝くんとチェンジです。22分45秒。ない。せがない。あまり良くないよな。これシュート。弱まった。パスちょっと出してみるか。それはチクンへ。カミソリパスだ。曲がりますね。今だ。タキくんへ。だが、さすがにちょっと無理でしょう、すぐは。さあ、これはダメだ、こぼれ玉になるが、翼くんフォロー。 OK。 どうだ？ OK。 翼くんかした。さあ、おっと、これ待ってますね、ヒューガくんが。行きましょう。あ、止められるか？ OK。 さあ、ヒューガくんに渡りました。構わずシュートです。嘘。止められちゃうんだ。あ、やばい。ここは、パスカット。反則です。まあ、まだいいでしょう。
趣味戻れますからね。観測も結構有効な技です。いや戻れないのか、動かない。伊沢くん、いや、まただけなんかとんでもないことになってる。タックルパスカット、ダメだ。カーされた。一作くらいつけ、パスかも。あー、パスでしたね、やっぱり。あー、リハンネクに渡ってしまった。こんな飛び出すしかないでしょう。オッケー、今度はハマりましたね。さあ、ソリマチ君はカミソリパスがありますが、まずは伊沢君へ。翼君へ渡しましょう。翼君がもうゴール前まで持っていきます。ん？氷河君何やってんだ。やりましょう、ドライブシュート。オッケー、ドライブシュー、動かない。決まるか。あっと、お、三井くんが目の前にいた。チャンス。ハイパーオーバーヘッド、なんだこれ。ハイパーオーバーヘッド、決まりました。3対2、再びリードを広げました。いいですね。面白すぎる。残り10分となりました。さあ、中国に勝つことはできるのか。これ、交代枠使い切ってますからね。さあ、ヒューガ君とタキ君がついた。あ、タイガータックル決めましょう。僕はタイガー。丈夫です。いつまでも調子に乗ってんじゃねえ。あ、重ねた。あー、強いリハンネ。あー、ダメだ。祭りターン。一応6番？どこにいる？身構えましょう。
がこれ、シュートに備える、タッチがこぼれ球、中国のコーナーキック、さあリーバンクに渡った4人が囲う、構える、パスカット、パスカット、フォロー、え、り、奨励客、あ、ダメだ、何もできない、必殺技もない、あ、おー、ゴールポストの救ってくれます。これは勝てるんじゃないか、これワンツーかな、で、ソニマチクに渡りましたが、さあ時間があんまりない、どうだ、ヒューガ君に通るか、あ、通りましたね、ヒューガ君。一回トラップしましょう。さあ、これもう、行きます、ヒューガ君。ネオタイガーショットです。何人来ても同じだ、ネオタイガーショット、吹っ飛ばされた。さあこれで勢いが弱まったが、試合が終わってしまったが、3対2で勝利です。高橋陽一に対するなんか、ネガティブ発言か、考えすぎ。似てますね、確かに。さあ、3回戦はイラン戦です。レベル上がったのは6人でしたね。ここは勝ちに行きたいですね、イラン戦は。え、なんで、ま、勝手に試合が始まっちゃった。わけに水井くんが出てるんだな。山か、さっきくんがフォロー、
反町くんへ。反町くん、ボールを合わせるが、さすがにこれにシュートは打ちません。翼くんへ。さあ、これで、ドライブシュート打ちましょう。いけー！ドライブシュート！届かない。あー、ダメだ。防がれてしまった。日本のコーナーキック。キッカーは、反町くん。ショートコ、いつもの通りショートコーナー、滝くんへ。1番、これがいる。伊沢くん。伊沢くん、合わせるが、これは、そう、守りが強すぎる。中学になんとか渡したい。取られました。やっぱり厳しいか。さあ、マサオくんがついた。マサオ、Jリーグカレーよ。ということで。その、マサオじゃない。ってわけですね。さあ、さらに。あ、普通のシュートです。ソダくんがフォローです。わ、普通に勝ちたいな、一体。カミソリパスで翼くんへ。この試合は勝ちに行きます。翼くん吹っ飛ばされた。さあ、反町くんだ。吹っ飛ばされるとガッツが減るんだよな。滝くんへ。え、嘘。あの、油断禁物、油断できないかもね。さあ、伊沢くんがつきます。パスカットしよう。どうだ？いや、待っただけ。さあ、伊沢くんついた。これタックルいきます。あ、パス来たか。届かないか。さあ、くっつく。サイドタックル。際どいとこでかわされる。さあ、ソーダくんと翼くんがつきます。ソーダくんはパスカット。翼くんはタックルだ。あーと、かわされる。さあ、若林くん、これ、何やってんだ。さあ、サイド、つきまとういます。ミスイ君ナイス。ミスイ君ぜ、あの、前半しか使えないからな。あと、やばい。やってみろ。ずっと押さえて、こぼれ玉で、相手に渡ってしまう。さらに、強烈なボレーシュート、敵の9番。パンチング。これはいけません。勝つつもり満タンなんだけど。
まあ、パスです。あーっと、なかなかシビアですね、このパス。自動でやってくれない。カーサイル、あーっと、際どいところでカーサイル。弱まっただけ。今日9番がまたシュート。なんとか今度はパンチングで防ぐ。スリマチ君へ。時間があまりないです。なんかおかしくない？センターに行った方がいいのに、ね、中学は。いや、ちょっとまたドライブ。時間がないんで、ドライブパス。中学くんへ。ドライブパスだ。え、嘘、吹っ飛ばされたか。4、2番もいるが、これは届かない。さあ、ヒューガ君、動きを合わせる。これ、ちょっと怖いけど、角度はあるけど、行ってみましょう。オーバーヘッドキック。ああ、ゴールポストに当たっちゃったか。やばい。遅くつく。タックルだ。あ、パスに来られたか。お、翼くん、ナイス。翼くん、パスキャッチ。うん、あれ？なんで？やりましょう。行きましょう。ネオタイガーショット。間に合うかな？さあ来い。ネオタイガーショット。吹っ飛ばされた。決まりました。前半終了直前。ヒューガ君のネオタイガーショット。イランのゴールに突き刺さりました。さあ、同点に、追いつきましたね。ちょっと待って、チェンジ。ポジションチェンジ。ヒューガ君と翼君のポジションを変えましょう。前半終了です。で、三杉くんを下げまして、誰？沢田くんかな？でも。沢田くんを指して、滝くんから、三崎くんへ勝ちに行きたい。カツオに行った木杉児童。変えられないんだよな。あ、変えられないんだ。
少しお待ちください。はい、お待たせいたしました。では、後半行きましょう。答えはこう使い切っているので勝負となります。1対1のまま、石崎くんついた。シュートか、動かない。パンチング、イランコーナーキック。弱まったが、対和夫くんが届かない。敵を4番に渡る。パスするかもしれんかな。ボレーシュートだ。 OK、 頑張ってます。だがピンチは続く。いや、フォローフォロー、シュートだ。ああ、届かない。敵の6番にボレーシュートを決められてしまいまして、再度リードを奪われました。試合再開。これワンツーいきます。
ジェミニアタックって。カズオ兄ちゃん、さっき今日6番がこぼれ玉になってしまうが、そこを翼くんがフォローしました。翼くん、ドリブル、ちょっと他に選手がいないな。まだひろく前に出てきてないですからね。これ自分で翻弄したいですね。いや普通にパスでいいかも。澤田くんへ。やまったが、澤田くんゴール前だが、敵をキーパー来た。構わずシュート、あー敵に捉えてしまうか。やっぱり越えられない壁ってありますね。スーパースターと1枚やっぱり一流ハントでは。やまっただけ。敵を9番に渡ってしまう。オッケー。だがまだ敵に渡ってる。サイドヘディングシュート、止める。鋭いパンチング。手があります。あ、やばい、若林くん倒れてる。あかん、守ってくれないのか誰か。止める。止めないのかこれ。おーすごい。だがピンチは続く。いやここはもう何としてもフォロー。いけ。あー石崎くん届かない。あっと、いやでもまだピンチは続く。再三のピンチを止めにかかります。すごい。今日6番来たので、これはおっと、これサクに渡りました。チャンスですね。敵を2番来ましたが、こんなのをドリブルで普通に防ぎましょう。 OK。
場所が悪いな。ドリブル。ヒールリフトでもよかったかも。あ、防ぎました。OK。お、ここで前出ましたよ。チャンスです。ヒューガ君へ。さあ、ボールは合わせる。やっとり囲んでも関係ありません。敵をキーパー待ってます。え、なんで？嘘。ヒューガ君を引っ張る。飛ばすぐらいのブロック力があんのかよ。後半もう10分ないですからね。さあ、かけていきます。あ、シュートした。伊佐くんどうする？届かない。弱まったが、あ、パンチングですね。 OK。だが敵に渡ってしまう。またピンチが続く。今度は敵の8番がシュート。若林くん倒れている。防げるか。お、ゴールポストだが、お、しかし敵に渡ってしまっている。トラップした。あとゴール前、守備が追いつかない。若林くんしか耐えるものがないが、ダメでした。2点差をつけられました。ちょっとやばいな。6分で時間ないかな。もう日向君強引に突破するしかないか。どけー。もう僕の手を使うしかない。ヒューガ君が吹っ飛ばされんのかよ。嘘だろ。ソリマチ君へ。でも時間がないですからね。おっと、ここはスターダ君へ。パス通るかな。通った。で、翼君へ。あー、スターダ君吹っ飛ばされる。ボールのキープ力がすごいな、相手側の。支える。
タイガータックルだ。いつもより調子に乗ってんじゃねえ。タイガータックル。おお。さあ、聞こえましたね。どうだ、パス通るんじゃないのこれ、翼くんへ。さあ、ちょっと距離あるけど、やってみよう。いけー、ドライブシュート、決まりました。1点差に追い上げました。さあ、あと2分です。止めて逆襲したいところ、まず同点に追いつくとこかです。パスカットかな、違う、違った。相手は超える覚悟だ。そうだ、遠かない、時間がなしにない、飛び出してみよう。ナイス若林くん、佐々木くんだ、佐々木くんへ。でも時間がないね。あー、日本敗れてしまいました。お、意外と結構みんなレベル上がってますね。翼くんやヒューガくん含めて。反則加工へ取りに来るクロスプレーに気をつけろ。ちょっとちゃんと勝ちに行く。メンバーにしないとな。ここで若島津くんの出番です。ミスギくんは出さないよね。ミスギくんは後半に置いときます。
さ、イラー線を突破しようと思ってます。相手のピッカーですね。さくん、届かないか。さあ、マサオくん、だが届かない。今日7番に渡ってしまう。トラップです。弱まったが、今度はカズオくん、弱まったが相手に渡ってしまう。これシュート、スイパンチング、相手をコーナーキックです。え、ダイレクトシュート、めっちゃだ。キャッチングじゃダメなんだ。舐めてかかるとこうなります。サメプはいけない。いやー、でもまだ、確証とはならないから、もっと鍛えたいね。渡しましょう。18番届かない。 OK。 ここは翼くんに、どこ、あ、行きましょう。ボレーシュート、決まりました。1対1、同点に追いつきました。さあ、これが残りガッツです。500台が高杉くんか。沢田くんも500台なんだな。じゃあ、振り出しに。ゆうなくん、ここへつく。タックルです。
届かないか。今度は石崎くん。だから届かない。石崎くんをちょっと力的にやばいな。ついていけてない。松山くん届かない。これが普通に防げるようにならないと厳しいよな。パンチング。トラップ。だわ。マサオくん、松山くん。これ決まるかな、美咲くんへ。どうだ、止められるかも。あ、だ、いや、大丈夫だ。オッケー。美咲くんに頑張ってもらいましょう。一気にドリブルで上がっていきます。パスでもいいかも。お？美咲くんへ渡します。え、翼くん吹っ飛ばされたが、美咲くんがフォロー。翼くんに渡しましょう。さあ、翼くん、これは、普通に、オーバーヘッドキックです。これだ！オーバーヘッドキック！決まりました。日本リードをついに奪いました。さあ、ついにリードを奪いましたね。さあ、翼くんがつきますが、パスカット。これ玉。そういうヒューガくんがフォローです。あんまり信用できないからな、ヒューガくんの。石崎くんフォロー。石崎くんちょっと前へ出すぎ。翼くんちょっとガッツ減ってきてんな。あかん。加水くんとワンツーリターン。一気に前に出すことに成功しました。新田くんに渡します。さあ、新田くんゴール前。構わずシュートです。あーと、新田くん吹っ飛ばされて、だから高水くんカット。あー、ちょっとやばいな。渡らないだろうな。これはちょっと長い。いや。あの子渡った。さあ、これチャンスを取りたい。あ、ああ、インターセプトを許してしまう。ちょっとやっぱり長すぎたか。正解は、スルー攻撃だったな。さあ、ブロックしに行きたい。高杉くんと石田くんがつきました。かさえる。加藤くん。パスカットですね。あ、今なんか、やろうとしたな。オッケー。こぼれ玉になりました。これトラップですね。に渡る。前半5分。
まずあんなネオタイガーショットですよ。ふーな来い。飛ばされました。あ、下に防がれた。クリアされます。これはパスカットで、いや、ちょっと待った。スカイラブパスカットっていうのどんなんか試してみよう。カツオ兄ちゃん、いけー、かされた。やばい、完全に裏を かかれた。タックルだ。パスだった。これはもう身構えます。なぜ身構えるか。あ、試合終わった。試合じゃない、前半終わった。さあここで三杉くんが登場でいいんだろうな。中学をあえて下ろします。で、6番にをちょっと三杉くんにチェンジ。ちょっとやっぱりここ日向相性悪いと思う。これでやってみましょう。この判断がどう影響するか。だってネオタイガーショットも決まらないし、キーパーに防がれてるしな。飛ばされ、敵守備に吹っ飛ばされるし、タイガータックルするしかないもんな。さあスカイラブは火災る、全然効果がない。これこぼれ玉になってサダくんが、サダくんあんまりいないな。翼くんへ、ついドリブル。え、嘘、マサくんキープ。
読ませただけ。OK。いい。ちょっと、あえて、三杉くんに渡してみよう。防がれるかな？読ませただけ。OK。いや、まだ。三田くんへ。だが、もう構わずシュートです。身構えてますか。ちょっと決まりそうにないな。松井くんへ。チャンスかも。さすがに角度悪いからな。一度三杉くんに渡しましょう。で、三杉くんが深く行って、構わずです。誰でもいい。新田くんに渡そう。どうだ？ OK。 いや、まだいるのか。 OK、 通った。もうこのままシュートです。早草ボレーシュート。早草ボレーシュートだ。嘘、取られた。慣れたな。ブロック防がれる。ちょっとやっぱマークしとこう、9番に。さあ、ここで石崎くんがついてタックル。かわされた。ちょっとゴール前にいとこう。あー、意味ないのか。やった、三角飛びつかえばよかった。適応9番強いです。三角飛び使う。これから全部三角飛び使ってもいいよな。出し読み承認をしてしまった。ドリブルどうだ。吹っ飛ばされてインターセプト。まあ、敵の本当にブロック力がイランは強烈だ。全部パスカットでいいんじゃないのこれ。お、反則になった。イランのフリーキック。あ、届かない。あ、こうなったらもう常にゴールへ行って、サニーが囲った。全部パスカット。こぼれ玉になって、新田くんがカバー。運営よし。ドライブシュート、いけーいけー。あっと、ドライブシュート決まりません。
バーに嫌われました。動きません。ワンツーで前に出さ越えられてしまう。いやもうこれ三角飛び、あれ使います。さすがに三角飛び使うわ。決まりましたね。さあ、完全にこれ抜け出しましたよ。いやもう構わずドライブシュートです。いけー、ドライブシュート、飛ばされて勢い弱まったが決まりました。サイドリードです。さあ残り7分半。全部三角飛び使っていきましょう。弱まったがダメですね。おっと、初めて決まった。どこへ行くかですね。新田くんへ。創作のガッツがあんまりいないな。さあ敵がインターセプトを許してしまう。弱まっただけ。ワンツーだ。松山くんつきました。やりましょう。タックルです。あーっと、カーサイル。
今度はみさきくん、パスカットだ、こぼれ玉になる。さあロスタイムですが、相手が取ってしまう。さあもうつきまとう、ワンツーだが、これシュート、三角飛び、オッケー、めっちゃだよ。翡翠くんがシュートを打ちます。さすがに無茶です。おっと翼くんが拾ってゴール前、試合終了でイランを下しました。若島津くん、石崎くん、正雄くん、三井くん、和雄くん、新田くん、慈瞳くんがレベルアップ。本性スピードは素早いチーム。低いボールを狙い、ボレーシュートをよく打ち込む。ということで、少し短いですが、本日はここまで終わります。Twitch で配信を行ってきました。ぜひ Twitch アカウントフォローお願いいたします。Please my Twitch, my account follow and chat comment please。YouTube にアーカイブ配信予定です。3日土曜日。午後9時21時から配信予定です。ぜひ見てください。YouTube、チャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。This Live Archive My YouTube Channel Premier Live Two Days After My YouTube Channel チャンネルサブスクライブド and グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいね、お願いいたします。TwitterX Please My アカウントフォロー and リポスト and グッドボタンプリーズ。ということで、キャプテン翼2スーパーストライカーライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。